こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は打ち合わせ的なね感じで出かけてきてるんですけれども、結構ね離れた場所に来てて、でそういう時ってさ、車で来る際に時間が読めないじゃん。で僕ねいつもね結構早く来ちゃうタイプなので、今日もその待ち合わせ場所までね1時間前に来ちゃってるんですけれども、相手の方から30分遅れますっていう連絡が来て、今途方に暮れそうじゃん本当なら。でもさ、本当にいい時代になったよね。今日は何を買ってきたかと言います。だからせっかくならね、90分もあるし小腹も空いたし、なんかもう食べながら軽食、楽しい軽食しながら待とうかということでございまして、一応ねなんかさ、野菜ジュースこちらでございます。七玉塩卵焼きミックスという超美味しそうなサンドイッチ。これね、食べたことあったかな？食べたことあったような気もする。似たような、今気づくんかいっていうことになってますけれども、普通の卵焼きのさ、普通の卵サンドか。卵サンドは、こういう形じゃないじゃん。マヨネーズが絡めてさ、わーってしたやつを、挟んでるというのに対して、これは、厚焼き卵だよっていうことになってて、そこがすごく素敵だよっていうことをどっかで言ったことがあるような気がする。メインチャンネルでもさ、セブンイレブンさん大好きだから、セブンイレブンさん動画を出しまくってるんですよ。でそんな中でもしかしてあれこれ食べたことあったかなっていう、これどっちにしろ久しぶりにじゃあ見かけたよ。もう見かけたの久しぶり。昔食べて美味しいって思ってたとしても、そっから見かけなくなって、また復活パターンかな？それか、うちの近所では昔すごい売ってたけど売らなくなっちゃって、今日来てるこっちの地域ではまだまだ売ってるっていうものかもしれません。そこら辺もちょっとわかんないんですけども。とにかく、これ、めちゃめちゃ美味しそうなサンドイッチ。いただきます。しちゃいましょうかね。どうしようかな。いただきます。美味しいんだもん。トマトが大活躍。だこれに関してはさ、この2層になってて別々に食べるとかじゃなくて、この真ん中のパンは1枚しかないからさ、まとめて食べるしかないんですけども、強制的に。これは卵の甘さが見た目で言うとすごいグワッとくるのかなと思ったら、トマト大活躍で、ちょっと一回食べちゃうわ。うまい。そう、トマトが大活躍してて、もうジューシーなトマトの感じがすごくくんのよ。で、むしろそれによって、卵、なんかこっち買うときにさ、卵サンドを買うくらいの気持ちで買ってんのに、その気分が味わえないっていうデメリットも実はあるんですし、こうやって開けていくよ。ちょっと、中見せるよ。こうやって、なんと、卵の上にもこうやって、トマトがね、侵略してんのよ。こっちはもう普通のトマト。で、ハムとかレタスがあって、トマトでだから挟んでんの、上下を。で、味わいもうトマトの感じなの、完全に。で、そんな中で、チョイスしてるドリンクがもうね、トマトの感じになっちゃってる。だから、どっちかをせめて変えなさいよって話にはなってきてる。で、ちょっと今、LINE が来て、LINE が来て意外とぴったりについちゃいますっていうのが来ました。そうなんだ。そうなんだ。あ、じゃあ、お疲れした。